じゃあこんにちは、さあ豊さん。はい、豊さんじゃねえよ。これ見えよ、これすごくない？見てください、このデータの量。今データの量だけどね、もう分かんないよ。見れば見るほど頭がポイントになってきました。ただね、はい、ポイントとなるチームがあるな、はい、そうですね。というわけで、うん、今日何をこの動画でやるかというと、はい、まあ、今現時点セパ両チームで、まあ、優勝争いであったりクライマックスシリーズ進出争いをかけてのチームの、まあ、今の現状と、そうだな、ちょっとこうした方がいいとか、まあざっと見るとさ、残り試合ヤクルトが19試合、はい、DeNA が23試合、うん、阪神が14試合あるんだけど、はい、まずセリーグですね。まずセリーグね、はい、これちょっとこういう風に書き出したんだけど、はい、対戦相手がこう記されてると思うんだ、うん、俺ね、ヤクルトの場合はそんなにもう他球団が無理しない、はい、無理しない、無理しない。それはどういうことですか？これはね、もうね、はい、追っかけてもリスクを伴うだけだから、はい、うん、他のチームにシフトチェンジする、はい、あ、対象ヤクルトではなくてってことなんですね。ヤクルトではなくなってんだ、この対戦成績を見ると、はい、対戦成績っていうか残り試合を見ると、そうですね、うん、今からさ、はい、巨人が優勝狙えるか？いや、もう CS 狙いしかないですもんね。そうだ、阪神も優勝狙えるか？いや、もう結構厳しいだろ。はい、そうですね、DeNA さえ厳しいって言われてるのに、はい、もう7ゲーム空いてね、うん、ということは、うん、ヤクルトはね、ある程度ほっとくと思う。あ、でね、もう頭の中には順位、はい、例えば DeNA を落とそうとか、はい、阪神を落とそうとか、はい、やっぱそこに照準合わせてくるよ。中日はちょっともう CS が厳しいかなっていうところもあるの、まあまあそうだね、出てきてるのかな。いや、ただここが一番嫌なのはさ、はい、来季に向けて若いピッチャー、はい、まあ、高橋宏斗なんかそうだよね、うん、あと小笠原、ああいうのをバンバン投げさせと思うよ、うん、そうなってくると、はい、非常に中日も残り試合20試合、まあ、巨人が16、広島が14だけども、はい、ヤクルトの場合はね、はい、気をつけなきゃいけない。この DeNA と阪神が5試合4試合残ってるんだけど、そうですね、ここはね、はい、普通に戦うよ、はい、で DeNA 阪神も普通に戦う、うん、で戦わないのは中日だよ。あ、まあそうですよね、うん、はい、だから中日、ね、これ中日に警戒だよね。中日に警戒、うん、だから首位とかなんとかって色気のないチームがやっぱり一番厄介だ。そうですね、うん、あとは広島、はい、まあ、広島は違うな、ちょっと。いや、広島はまだちょっと勢い今、いや勢いいんだけど、はい、ヤクルトに対してはもうほっとくような気がするんだよ、はい、で DeNA はやっぱ巨人、この7試合残ってるのが不気味というと、もうでヤクルト阪神にも5試合3試合、ヤクルトに対して5試合、はい、阪神に対して3試合、はい、この2チームに関しては、うん、やっぱガチンコで勝負するだけに、はい、ローテーションを変えてとか、はい、いろんなことを小細工はしない、まあ、そのままの流れで戦っていくと思うんだけども、うん、嫌なのがやっぱ中日やな。やっぱりその対象外になる、でも中日はね、打たないから、はい、だからある程度接戦に持ち込めば大丈夫かなっていう。ただその中日と6試合も残してるんですね、うん、でもそこに気を取られてると、はい、巨人に足元を救われ広島にやられるという、はい、でも広島は2位までまだチャンスを残してるわけだし、はい、3位だって残してるでしょ、はい、だからやっぱ巨人、広島に DeNA は気をつけないといけないな。巨人というのは、ただそのね、巨人にちょっと昨日ああいう負け方をしてるので、はい、まあ、あれはね、やっぱ連戦になるとさ、あ、ピッチャーの替え時間違えたなっていうようなことをおっしゃる人はいるけども、はい、あ、変えらんないよ。厳しいですかね、やっぱね、体力的なことを考えると9連戦の後10連戦が残ってるわけでしょ、1日空いて、はい、まあ、そうなってくると、うん、やっぱつぎ込めないってピッチャー、はいはい、だから頑張ってほしいのは先発ピッチャーが1イニング1人でもいいから長く投げてあげるっていうこと、うん、これは中6日で回してくる、はい、中5日になってくる可能性もある、うん、下手すると4日っていう可能性もあるよ、はい、2位が見えた時にね、うん、まあ、そうなった時にやっぱこう後ろに負担がかかってくる、そうなってくると、はい、だからできるだけ今の時期は、うん、できるだけ先発陣が頑張らないと、はい、結構苦しくなってくるということだよ。そうですよね、連戦が本当中1日休みでガーッと続くだけに、そうってなると、その例えば先発陣も今永投手は例えばすごくいいので、例えば中5とか
ちょっと間隔縮めてでも、そのリズムを変えることが、うん、いい結果を及ぼすか、うん、逆に裏に出るか、これはね難しいんだよ。だからその選手の疲れだとか、うん、いろんなことも考慮しながら、うん、ここっていうタイミングは絶対あるはずなんだよ、はい、残りその先発ピッチャーが2試合ずつ、はい、うん、ねになった時にもう中5で行く、球数関係なく行くぞっていうような、うん、そんな感じになってくるのかなという。今はまだ早いんですね、もうちょっと時期的に。今早い、まだ早い、うんうん、で阪神は、はい、まあ、ヤクルト DeNA、 ヤクルトに4試合、はい、DeNA に3試合、はい、これはやっぱもう普通に戦うよ、うん、ただやっぱり自分の地位を守りたいでしょ、まずは3位という。もちろん、はい、でもちろんその2位になりたいとか、はい、まあよくば優勝したいとか、うん、まあいろいろあるけども、まずは目の上、はい、2位に行きたいよね、はい、そのためにはヤクルトと DeNA に、まあ、あんまり無理しないと思うんだよ、はい、無理するとしたら DeNA には無理するかもわからないけども、はい、そうなってくると反動が来ると後ろにやられると、うん、だから問題なのはこの広島の4試合残ってるっていうことだ。ここもやっぱ広島、広島がポイントを握ってるような感じがするんだよね。あ、そうなんですね。だからそういう意味では、はい、こうポイントとすれば広島戦をどう戦うか、はい、で DeNA は広島巨人戦をどう戦うか、はい、これにかかってると思う。やっぱね、下のものを落としていかないと、はい、自分の地位は守れない、はい、で上を見てると、うん、足元すくわれる。ただ、はい、広島は試合数がの残り試合少ない、ということは14試合しかない、ということは、うん、あのローテーション変えられるんだよ。そうですね、日程が空くから。そうなってくるといいピッチャーをどこにつぎ込んでくるかだよ。これ阪神も14試合で、まず阪神につぎ込んでくれみたいなそこでお互いに通じになるけど、おっしゃあ、これ見えてきたぞと言ったら、はい、ね、2位までのチャンスは絶対残されてるわけだから、はい、だからこれは DeNA は厳しくなってきたな。いや、そうですね、その23試合って一番多いんですけれども、これが連戦がどう響いてくるのか。まあ普通に考えるとさ、試合数が残ってる方が有利だ、はい、有利だと、はい、いうことは言われるんだけども、はい、にこれはきついわ。きついですね。もう、あのピッチャーのやりくりが本当に苦しいですね。DeNA が絶好調だったらいいけどさ、はい、今普通の状態なんだよね、はい、で乗りに乗ってる状況、うん、まあ、例えばホームで負けない、うん、8連勝してるとか、うん、そういう状態だったらさ、よし行け行けみたいなこと言えるけど、今もちょっと一進一退を繰り返してるだけに、うん、やっぱり気をつけなきゃいけないチームっていうのは出てきてるよ、ね、うん、だって広島と巨人は、うん、必ずこの DeNA と阪神に的を絞ってくる。ヤクルトはもうほっとけみたいな。ヤクルトはいいですよね、もうそうなってくると楽になるか。いや、ヤクルトも楽ではないよ、楽ではない、楽ではないけども、はい、余裕、まあ、7試合っていうのはさ、うん、多少余裕は持てるよね。ああ、まあそうですよね、うん、あとは星の潰し合いをやってくれるから、2位3位に争いの、はい、そうですね、ところでね、はい、だからあんまりヤクルト戦にはリスクを伴わない、うん、まあ例えばまあ、広島4試合あるけども、ヤクルトと、はい、まあ、でもこれ再起はできないよ、勝負事だからなかなかね、はい、うん、ただ広島戦4試合残ってるっていうことは、うん、やっぱり少し嫌だよね、ここも。あ、まあそうですね、広島残してるのは、ここはここら辺は普通に戦う。 DeNA 阪神と先頭は、ああ、なるほど、ヤクルトは DeNA 阪神、 DeNA はヤクルト阪神、うん、阪神はヤクルト DeNA、 このあたりはでもローテーションをか、ローテーションを考えてくるのは四角のチームだよ、どの対戦、だから相手が考えてくるっていう。なるほどと思うよ俺は、はい、いやでもだから DeNA が一番きついような気もします。だからといってヤクルトに負けてたんで置いていかれるから、ね、あ、もちろんそう、差はね広がっていくばかり。だから状態にもよるんだよ、今 DeNA が疲れて弱ってるって言ったら、うん、よし弱いとこ行くみたいな。でもヤクルトも今じゃあ絶好調かっていうと、あの時のそうではない状態。そうではないけども、はい、そんなに揺るがないよね、7試合って。まあそうなのか、うん、でもじゃあ DeNA、 さっき豊さんおっしゃってたように、その先発陣に粘ってもらわないといけないで、先発のローテもあまり崩せないってなってくると、じゃあもうこの試合は捨てたとか。いや、それを決めないとダメだ。あ、それもやっぱでも決めなきゃいけない、まだ決めなきゃいけない。でも3-3-3でつぎ込んでいく、例えば3イニングずつ、先発もうダメだと思ったら、今日はもうかけようと思って中継ぎガンガンつぎ込む試合でも出てくることはありますか。落とせなかったらね、それはそうだよ。やっぱ勝ちゲームっていうのはリスクを伴っても勝たないと。昨日はでも負けてリスクを伴ったら、まあ、例えば最後にやられたとか、これだけつぎ込んだのに最後ひっくり返された2点差をみたいな、はい、もうこの試合は作っちゃいけない。
そうですね、絶対に。昨日はあれはもう変えずに仕方ない。いや、まあ、あれはもうほっとけばいい。ただ巨人打線に火をつけたっていうのは間違いない。昨日の浜口投手だって巨人のもう明らかな勝ち方をされたから、ホームランでしたもんね。あ、だからこれはやっぱきっかけとしたら巨人はいいきっかけになる試合だったよ。いや、そのだから7試合あるのが嫌なんだよ、 DeNA は。あ、そうか。これじゃああのこのフリップには書いてないんですけど、もちろん巨人もその3位までに入るために来ると思うんですけど、巨人はどういう心持ちですか？巨人はもう菅野、メルセ、戸郷、戸郷、メルセ、菅野折り返しみたいな山崎よりも良くなったから。そうですよ、そうですよ。彼はあの成長してるから、投げるたんびに、はい、うん、で赤星がこの前阪神戦で一つ勝ったでしょ、はい、うん、だからね、一時期のピッチャー不足って言われてることを少し解消されつつあるんだよ、はい、あ、じゃあ状態はちょっとずつ上向いてる。ちょっとずつ上向いてるんだよ。で、ウォーカーがまた打ち出した、はい、ポランコが打ち出した、うん、パワー言って、ね、で、中田翔がやっぱ充実してるって、ね、はい、岡本も上がってくると思う。そうですよね。で、吉川選手もホームラン打ってますしね。打ってるって、だから上り調子なんだよ。あ、ということはこの巨人がそこですね、やっぱり DeNA に7試合残してるっていうのが非常に嫌なんだよ。そうですね。でましてやそのホームランが出やすい球場でやるということがさ、はい、これちょっとリスクだよな。そうですね、こうなんかそのでもここを逆に DeNA が乗り越えたら、はい、多分2位になる。おお、死守できるってことですね。今、うん、逆にじゃあ巨人がここで DeNA 戦乗っていくと、今度巨人が3位までに入るチャンスっていうのが非常、うん、また目が出てくるっていうことを。巨人かな、はい、ああ、そうそうそう、ですよね。そうするとじゃあ阪神だったり広島が危うくなってくるってことですね。 CS もちろん、まあまあ、DeNA もそうですけど、うん、でも広島もの、まあ、阪神はね、いいわピッチャーが、いいですね質量とも。そうですよね、昨日も、やっぱりいろんなパターンのピッチャー持ってるし、で中継ぎ抑えはいいし、はい、そうなってくると阪神っていうのは取りこぼしがなかったら、はい、結構な位置に来るよ。だからその役、ただ広島戦に春先勝たなかったんだよ。だけどまあここのとここう上がってきて、うん、まあ苦手意識はなくなってきたと思うんだけども、はい、広島が春先の状態に戻りつつあるんだよ、木山を加えて、うん、これが厄介なんだ。あ、でそのままこうおとなしくしといてくれればいいんだけどさ、いや、なんか盛り返してきてるからさ、はい、で盛り返してきて、坂倉、はい、あ、いいね、西川、はい、いいね、秋山、いいね、この左バッターが厄介なの。あ、じゃあ各、まあ、DeNA もヤクルトも阪神もこの広島、うん、今ただ DeNA は広島に対して2試合しか残ってないということね。そのだからそういう意味ではまだいいけど、はい、ただヤクルトも広島戦4試合残ってるし、はい、まあ、中日戦4試合、うん、ここら辺がここら辺をどう戦うか、はい、だよね。そこですね。だから上位のこの3チーム、ヤクルト、DeNA、阪神、まあ、直接対決があるけども、はいはい、だけどこれはね一進一退でいくと思うよ。そんなに上位のチームでこう連敗を重ねるとかさ、はい、そういうことは俺ないような気がする、うんうん、だから下位のチーム今現在順位としたら下位のチームにいる、まあ一番は広島が不気味だな。そこですね、まあ、中日も高橋宏と大野、はい、まあ、柳がちょっと今年状態悪いけども、はい、橋宏斗に当たったらなかなかな、いいぞお前、あいつは本当に、はい、打ってたら10勝してるからね、あいつ。あ、本当に。でもこっから打つ可能性があるからさ、中日も、はい、だから侮れない。20試合残ってるからね。そうですね、もう本当にあの1試合も目が離せないような試合が続いてきますね。パリーグです。パリーグ、さあパリーグはソフトバンク、西武、オリックスが、まあ、すごい、ね、ゲーム差のない中でそう1ゲームだもん、お前。そうなんです、オリックスまで。でなんで1ゲームになったの。いや、オリックスが首位に立つ予定だったんだぞ、お前。いや、そうですよね。いや、これなんでかって言ったら、はい、日本ハム戦に2試合あって、はい、連敗しちゃったんだよ。そうなんです、オリックスが。まさか、いや、日本ハム頑張ったけどさ、頑張ってますよ。オリックスがなんかプレッシャーかかってんじゃないかな。で、今ソフトバンク首位、勝率で首位に立ってるんですけども、うん、西武とゲーム差はゼロということで、で、今
まあ、現状ソフトバンクが残っているのが21試合で西武が16試合、まあ、こうなってるな、はい、でオリックス16、まあ、オリックスと西武がそれぞれ16試合ずつ残している。そうそうそう、ね、ソフトバンクが土曜日から11連戦。ソフトバンクがさきついのはさ、はい、西武とオリックスが合わせて10試合残ってるんだよ。かなり残ってますね。残ってる、はい、で西武は、うん、ソフトバンクに5試合でしょ、はい、あとは日本ハムに4試合、はい、ね、ロッテに1試合、うん、ここら辺はなんか確実に勝っていかなきゃいけない、まあ、チームではあるんだよ。ここを確実に勝てるということは、うん、まあ、結構上位にはいるっていう、残ってるっていうことで、はい、でオリックスの方は、はい、ソフトバンク5試合、楽天5試合、まあ、ここら辺なんだよ、はい、で苦手な日本ハム、まあ、苦手かどうか知らない、はい、前回でもね、噂に苦手なんだよ、ね、あ、だからここに当ててくると、でもね、確実にオリックスに噂当てると、あ、厳しくなってきますね。そうすると日本ハムとの試合がということは、しのがなきゃいけないのは山本か宮城でしのがなきゃいけないということ。日本ハム戦に持ってくるっていや可能性はあるよね。でもそういうことできないじゃん、なかなか、はい、だからね、ソフトバンクもこれね、はい、残り試合が多いから有利だっていうことは言えないのは、はい、このオリックス、はい、西武、はい、これ楽天も含めてだよな、はい、楽天もまだ狙える位置にいるからね。もちろんそうですね、はい、だからここに15試合あるということだよ。残してますね。残してるでね、ロッテを挙げないのは、はい、まあ、ロッテも紳士的に最後まで力抜かないで一生懸命戦うチームだよ、はい、チームだけど、うんうん、なかなかもう厳しいよ。そうですね、ちょっと、はい、ちょっと厳しくなってきた。そしたら若手を使い出すんだよ多分、はい、うん、来季に向けてたんだとかね、うん、まあ、消化ゲームにはしないとは思うけど、はい、一生懸命戦うチームだから、はい、まあ、そうなってくると攪乱が嫌だけど、はい、だけどまあここら辺は終始打てなかったチームだから、うん、1シーズン通してね、うん、まあ、ここのところ打ってるけど、うん、でもそんなにロッテにババーンと連敗するっていうことは俺はちょっと考えられない。あー、なるほど。ただこの西武、うん、楽天、はい、オリックスに合わせて15試合残ってるっていうのがすごく嫌だよね、はい、ちなみにこれソフトバンク今週土曜日から11連戦なんですけど、うん、まずオリックスとそのうちの2試合戦うんですよ、うんうん、でその後すぐに西武と3試合、うん、で楽天と2試合、うん、でまたオリックスと3試合だ。結局この11連戦の中でオリックスの5試合っていうのを戦わなきゃいけない。でこれお前山本宮城お前田島なんて来たらお前どうしようもないよお前当ててきますかね、そ直接対決。いやいや、それ当てるよ。当てますかね。当てる。あ、で11連戦じゃないですかソフトバンク。これちょっと今週土曜からでもここで勝てると、うん、楽勝にスッと抜けていくな、うん、ここ肝ですねソフトバンクにとってみたら。で西武なんですけれども、西武は土曜日から今週6連戦、まあ、6連戦なんてやっぱねソフトバンクだよね、ここね、はい、ここは力入れてくる。ソフトバンクと3試合あります。楽天は、はい、楽天と西武、はい、どこで試合やる。西武楽天生命パーク17日土曜日から楽天と西武4連戦があるんです。4連戦これ全部ベルーナです。ベルーナか、はい、で最後残してる楽天西武は楽天生命パークなんです。4連戦はベルーナなんです。ベルーナどうしました。違う、はい、楽天生命パークでは、はい、山川が、うん、コスコイがめちゃくちゃ強いんだよ。ベルーナです。ベルーナかしかも4連戦やるんです楽天と。なるほど、はい、最後の1試合だけだからここいい勝負するかもな。いや俺あの楽天生命パークだったら、はい、あ西武はこう絶対勝ち越すだろうなって思ってるから。そうか、そうなんです、そうなんですよ。あ、そうか、球場との相性っていうのもありますね。あるある、ここに来てね、はい、オリックスは土曜日から4連戦やって中1日休んで次6連戦っていう形になっていきます、うん、だからここが1試合だけ1ゲームだけ噂、これ要警戒ピンポイントです。いや本当に、ね、噂強いんだよオリックスにロッテに弱いくせにオリックスにはめちゃくちゃ強いんだよ。じゃあ多分当ててきますね。当ててきそうな感じがするんだよそうするとここはちょっといっぱいする可能性もあるよってことを含みつつですね。あ、可能性があるということだから誰でしのぐんだっていうことで、はい、あ、まあエースで当てていくのかそれとも違うのかってことですね。そうまあ言っても、まあ、ソフトバンクはい残してますね。ソフトバンクは9月17から3連戦ありますね京セラで。これはもう直接対決だよな。はい、まあ、ここにどういう焦点を当てるか、やっぱり嫌なのは楽天だな。
あ、そう、各チーム、楽天が各チームに5試合ずつ残してるから多いです、ね、可能性があるということで、まあ、全然楽天に可能性が出てくるっていう、はい、だってえトップまでどのぐらいあるの楽天は。今ですね、楽天とオリックスのゲーム差が 2.5 です。なので2.5だろ、上までは 3.5 なので十分。いや十分あるよ、もう、はい、ほんまふざけんなよって楽天遅い。いや楽天これありますね、かく乱する。でもそうするとじゃあどこかが下がってくる。いやただね、はい、森本がちょっと勝てない、はい、体調良くなったって言って次の試合、はい、まあ、いいピッチングしてるんだけど今年なんかちょっと勝ち運がないよね。あ、勝ち運がない、はい、でマー君が良くなってきてる、はい、でも早川が全く勝てない、はい、ね、で今日涌井が投げるけど、はい、涌井が戦力になるのかどうか、うん、で岸がちょっとここのとこ勝ててないとか、はい、ね、ちょっと厳しいんだよ、はい、だからそこをこうグッといければ楽天にもチャンスはあるけど、でもこの上位3チームだな、やっぱりな、でなってきますから、一応残りゲーム数はソフトバンクより1つ少ないだけなので20試合残してるっていう形ですね。あ、 楽天が20試合なんですよ。まあ、楽天も楽ではないな、この戦い方はな。そうですね、うん、やっぱピッチャーという枚数からすると、はい、ちょっと厳しいかもわからないけども、うん、でもセリーグは、はい、下位チームに対してやっぱ包囲網を引いて絶対負けないようにしなきゃいけないけども、はい、ここはパ・リーグはやっぱ上位対決でやっぱ制していかないと無理だということだ。上位対決ですね、絶対に、はい、まあ、セ・リーグの場合ヤクルトがほぼ決まってるかなって、7ゲームでね、はい、決まってるっていうような段階だから、うん、そんなにヤクルトに対してローテーションを変えたりだとか、うん、そういうことは多分ないと思うんだよね。だからセリーグの場合はその広島が一つキーを各チームに握ってくるんじゃないか、一方パリーグは上位で潰し合いというか、そうだな、まあ、上位潰し合い、まあ、ソフトバンク、西武、オリックス、まあ、楽天も含めてね、はい、で日本ハムは 何ゲーム残ってる。日本ハムは19試合です。日本ハムはね、ホームで30勝30敗なんだ、はい、5割なんだよ。あ、5割の勝率、もうえらい負けてんなっていう思いがあるかもわからないけども、はい、いやだけどこれはね絶対かく乱してくるよ。あ、まあ、残り19、来シーズンのためにも来ますよ、うん、もちろん勝ちでっていう、来ますもんね、うん、でそこの1ゲームは噂投手を、噂はもうここは決まり絶対投げてくるってことになると、うん、そうですね、日本ハムもあとはやっぱね、伊藤が10勝してやっぱこう抜けたっていうことね、はい、プレッシャーが、うん、で加藤がいい、そうですね、加藤がいい、で根本っていうのもいい、はい、やっぱ簡単ではないよ日本ハムってなると、で1・3塁になったらひっちゃかめっちゃか、あ、1・3塁になると何かありますもんね。ソフトバンクは日本ハムと1試合残して、オリックスも2試合残してるんですけど、西武は4試合あとあるんですよね、日本ハム。ちょっとこれもちょっと不気味っちゃ不気味だけどな。そうですね、もうあの怖いものなしでもちろん戦ってきますし、勝ちに来ますし日本ハム。いや、そりゃそうだよだからまあパリーグは上位チームとの対戦、はいはい、これを落とせないという、絶対勝ち越していかないと置いていかれ、うん、セリーグの方は下位チームに足元を救われるようだと、うん、順位が大幅に変わる可能性があるということ。これまあ今動画撮ってますけど、これ1週間後またどういうふうに変わってるか分からない。また撮らなきゃいけない何言ってん、もう本当に1週間ごとじゃ、もう数日ごとに撮らないと。いや、そうだよ、ですよね、うん、そのぐらい本当今シーズン最後の最後まで分からない。そうだな、はい、まあ、面白いんですけどファンにとってみれば、ね、はい、はい、というまあ今日からの試合はまたどうなるかね、はい、はい、楽しみです、はい。